予備役とレゴの突撃インタビュー。ちょっとえじゃないですよ。マイクも若干持ってあったぞそこに。何でも小道具として使っちゃう。さすがでございますけれども、もう題名が変わってます。いいじゃないですか。今日は特別バージョンです。はい、ということで、はい、今日のゲストはベゴニア夫人役の森名美晴さんです。よろしくお願いします。では早速美晴さんに自己紹介をお願いしたいと思います。もう言ったけどね。はい、ベゴニア夫人役の森名美晴です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いいですか、ずっとそのマイク、はい、もういらない。ちょっと置いといていただいて、まあですね、はい、どうぞどうぞ。あの美晴さんといえばもう皆さんよくご存知、元宝塚歌劇団花組娘役トップということで、はい、あのね、私たち前のベゴニア夫人佐伯静香さんから、はい、美晴さんになるって言った時に、はい、とても緊張したんですよ。はい、いや、あの楽屋でね、もう仕事がしちゃいけないんじゃないかみたいな。結構賑やかな楽屋だったので、ちょっと仕事慎むよみたいな。はい、慎めよ。やっぱり今そう思ってます。私が、うん、あ、そうじゃない。私たちが。いや、そんなことないんです。でも本当にね、来ていらっしゃっていい意味でそういう私たちの期待を裏切ってくださったというか、一番和やかな空気を作ってくれてる。だから死後を慎むなんてそんな言えません。本当にいつも楽しい空気を作っていただいてますけれども、はい、こちらこそありがとうございます。そのね、宝塚、うん、すっごい厳しいって聞くんですけど。はい、厳しいよ。ですよね。うん、私を見ればわかるでしょ。はい。はい。でね、その、ま、いろんな話聞きたいんですけど、中でも、ま、一番辛かったこと、厳しいなと思ったことは何ですか？食べたい時に食べたいものがたくさん食べられなかったこと。それはやっぱあのあれ、あの体型維持のためにですか？違うよ。あれ、時間がなかったの。忙しくてっていうことですか？じゃなくて、休憩時間とか決まった時間内に私が食べるのが遅いから、はい、食べきらない。なるほど。じゃあ自然と食べる時間がなくて食べたいものが食べれない。そう。いや、大変だ。そう。本当に。もう今じゃ考えられない。そうですね。今はどうですか？愛媛に来て満足に美味しいもの食べられた。はい。よかった。愛媛最高だよ。よかった。誰よりもね、一番観光してらっしゃる。私観光大使ですから。トーンス観光大使です、我々。はい、みのさんと一緒に頑張ってますね。はい、頑張ってましたよね。観光大使としても本当にね、本当いろんなところ回って、はい、美味しいものもたくさん食べて、はい、どこが一番楽しかったですか？私いろんなところ結構なんか聞くところによると、私一番新入りなんですけど、はい、一番観光してるみたい。はい。はい。はい。私お気に入りは、うん、風穴です。あ、気持ちいいんですよね、特に今の時期。あ、そうなんですね。そうなの。もう最後2回来ましたけど。待って、私3年目で2回来ました。3ヶ月で2ヶ月目で、ね、2ヶ月目ではい、2回来ました。何回も行って PR していかないとね。はい、観光大使なんで。観光大使なんで。出ました、観光大使なんで。はい、素晴らしいです、見習います。はい、はい、そうだよ、はい、本当に気持ちいいでしょ、うん、そうなの。そうめん食べて、うん、いちごみよりぴより食べて、はい、それで風穴行って白糸の滝登って、滝登ったんじゃないけど見てね、そう、見ながら山を登って、はい、最高でございますよ。東京にもあるんですかね、風穴みたいなところって。知らないね。意外となんか本当に自分の地元より愛媛のトーン市の方が詳しくなってきちゃったんで、本当に本当になんかもうお休みになったら、うん、どこに行こうっていつも考えて、そう、もう休み足りない。でも皆さん舞台見たいから、あ、お客
ね。お仕事していただいて。戻った。はい。はい。あのね、まあ、佐伯静香さんと中山ジョージさんペアも、はい、いい空気だったんですけども、はい、こちら私たちは、うん、袖で、うん、スポーツ夫婦です。どういうことですか？スポーツ？はい、あのいつもね、うん、あのジョーさんが、うん、ゴルフクラブを行って、うん、こうゴルフの練習をすると私もやって、投げたら私が打つ、やってる。袖中でやってます。やったらシュッ、いや私と戦うやってる。特にあのトライアンドエラーっていうね曲、はい、もう乗りやすいので、はい、あれに乗って毎回やってますね。そうなんです。あの私たちあの舞台であの歩いてるか座ってるんですよ。あの大体動いてないんですよ。だから運動不足なんで。そこで解消してる。袖でちょっと、はい、まあね、いつもお茶飲んでおしとやかに座ってますけどね、はい、意外とアクティブ、はい、アクティブ夫婦。そうです、そうなんですね。そのあたりも想像なさってご覧ください。ちょっとイメージ変わっちゃいますよね。でも袖で暴れてからのこのおしとやかかみたいな。ね、はい。では8月19日に千秋楽ということなので、はい、メッセージをいただきたいなと思ってるんですよ。ファンの皆様。いやはい、でございますよ。はい、でも本当にね、私あの愛媛に来て、うん、あの本当に、はい、温かい人に出会って、うん、そしてもうね、温かい環境で、はい、ぬくぬくとぬくぬくと、はい、楽しい生活を送らせていただいて、うん、もう本当に残りわずかということでとっても寂しいんですけれども、うん、はい、また次の人もね、次の方もいらっしゃいますし、はい、また全然違うものになると思いますので、はい、またそのあたりも楽しみにしていただきまして、はい、また私が亡き後もちょっと言い方気をつけましょうか。はい、あのまた楽しみに、はい、足を運んでいただけたらと思います。私もあの千秋楽まであの精一杯ね、はい、ダブルよりえで頑張りたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。でもね、あの東京出てくださいます、はい、9月28日の14時公演に美晴さん出てくれますので、はい、もしもうどうしても会いたいっていう方はね、東京の新宿文化センターにお越しくださいませ。はい。はい、ということで、はい、本日のゲストは麻里奈美晴さんでした。ありがとうございまし ました。では次回のゲストは、次のゲストはですね、長嶋貞治役の村上由紀夫さんです。